オリコンスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、山本瑞希です。でも本当にすごく続いて仕事をさせていただいていたので、うん、7月がちょっとゆっくりだったので、もうゆっくりになると逆に不安になっちゃうというか、2連休あるだけで大丈夫かな、私仕事ないのかなとかと思っちゃうんですよね。芝居で舞台をやってた時期もあって、その舞台と連ドラも同時進行であって、すごく忙しかったんですよ、うん、6月とかが、うん、なので急に時間ができるとふっと力が抜けてしまって、こんな女の子がいたらいいなっていう気持ちで、理想の女の子を演じさせていただきました。あんなにいい子じゃないんです。でも岡野さんはきっと悪いこと考えてないと思うんです。絶対に嘘もつかないし純粋なので、私はきっとあれですよ、純粋じゃないので、嘘もつくし、多分全然正反対です。可愛い確かに、うん、このデコボコな感じというか、なんか似てないのに見てると似てる気がするんですよね。妹がいます。わからないですね。でも妹とまあ普通に仲はいいと思うんですけど、こんなに仲良くないので、うん、素敵な関係性だなって思います。なんかちょっと年の離れたお兄さんがいたら、なんか面倒見てもらえてたかなとか思ったりします。私は嫌いじゃないです。でもなんかお姉ちゃんと仲良すぎて自分が入れないような気がします。がしてほしいですね。だからその岡野さんと私が全然違うなっていうところは結構ちゃんとアプローチしてるじゃないですか。そこがすごいなって思います。私はできないと思うので、毎日公園行ったりとか、かなりストライクだったんだろうなって、起きないと思います。若干の私気になってますアピールは多分するとは思うんですよ。連絡いっぱい取ったりとか、電話はできないんで、メールとか、うん、でも返事来なくなったら私も送れなくなっちゃうと思います。積極的にはいけないですね。すごくでも本当にもうこの人しかいないってぐらいタイプだったら頑張っちゃうかもしれないですけど、昔漫画のキャラクターがすごく好きで、もうそのキャラクターが理想すぎて、この前も夢に出てきてて、でもそのキャラクター以上に好きになった人がいないので、なんか理想像っちゃ理想像なのかもしれないです。それは鋼の錬金術師のエドワード・エルリックっていうキャラなんですけど、すごく好きで、いやもう本当に彼を超える人はこれからの人生でも現れるような気がしなくて、それはでも問題ですよね。すごく問題なんですよ。これからどうしようっていう。今回は私は今キャンキャンのモデルをやってるんですけど、キャンキャンのファッションとは本当に真逆のところ で私芝居でもいつもショーパンとかミニスカとか結構足を出すスタイルが出る格好が多かったので、こんなに体のラインが出ない格好も初めてで新鮮でした。それにそれ合わせるんだっていう、毎回こう衣装を着てて驚きがありました。私高校生の時に女優を始める全然前に、毎日退屈だなって思ってた時期があって、受験勉強して毎日同じ朝起きて学校行って部活して帰っての繰り返しがすごくつまらないなって思ってた時期があって、でもモデルとか女優をやってると違う自分の人生があるというか、いろんな人の人生にお邪魔させていただけるので、それがすごく楽しいなって思ったんだと思います。小野寺の弟、小野寺の姉はすごく世界観が可愛らしい、ほっこりする映画になっています。ぜひ見てください。